よ抱きしめたまま暮らす今も目を閉じてる隙に逃げてしまいそう音を知ってるのは誰の瞳予言に背を向けこの壊し君と生きてゆく空を目指すため種は四角が夕飯なら麻婆茄子にするって周防さんが言っていたわよ。じゃあさっきのこと？それなら大丈夫。今日は多分大丈夫な日だと思うから。それは、どうしても言わなければダメなの？わかったわよ。へえ、今年はコスプレ系ランジェリーが来るんだ。なあ、アマネー。タイガーガールが攻めに行く女の雑誌だってのは知ってっけど、これは下着として機能してんの？まあ、おっぱいが垂れないように矯正するような役割はないわよね。
こういう下着に求められるのは見た目のいやらしさだし。いやらしさっていうか、もはや直球じゃね？これとか具がパックリいってるやん。それはいわゆるつけたままできちゃいますってやつだからね。っていうか、グって言うな。しかも値段はやけに高えし、みんな下着メーカーに騙されてんでねえのけ？それがそうでもないのよ。こういうところでちょっとしたアクセントをつけることがマンネリ解消に一役買ったりしちゃうから。だったらアマネーには必要なくね？サクッとスワッピングとかやっちゃいそうだし。あんたは私をどんな女だと思ってるのよ。あれ、どうしたの榊さん、そんなところに突っ立って。ああ、いえ、私は偶然通りがかっただけだから。とかなんとか言って、ピンクなガールズトークが気になったんだべ。本当にユミちゃんはむっつりスケベーなのよさ。だから私は本当に、わかった。私はここに肉食系女子の聖典ともいえるタイガーガールを置いていきます。へ？だからこの後この本が誰かの手に渡って煮るなり焼くなりされた挙句、変なシミがついて戻ってきたとしても私は一切感知しません。え、あなたはいきなり何を言って。ああもう、皆まで言わなくても分かってるって。最近ユージとはご無沙汰なんでしょ。どうしてそのことを。ここだけの話だけど、榊さんってあの時の声結構大きいのよね。おかげで一日に何回頑張ったかまで丸分かりなのよさ。そういうことならいろいろとごまかす手間も省けて何よりだわ。そうそう、榊さんがネットで集めたエロ動画でオナニーしちゃうくらい性欲の強い子だってことはユージと付き合う前からバレバレなんだし。そうだったの。っていうか、私が言いたいのはそんなことじゃなくて、榊さんとユージが帰ってきてくれて嬉しいってことなのよ。え？なんていうか、一年ぶりに二人が帰ってきてくれたことで実感したのよね。やっぱり、私たちは6人で美浜学園の学生なんだって。そんなこともあって、私たちは二人のために何かしてあげたいって気持ちでいっぱいなのよさ。スオさん、イリスさん。だからさ、榊さんもこの本を読んで、ユージのことをびっくりさせちゃいなって。でも、私にユージを驚かせることなんてできるのかしら。全然問題なし。榊さんもなっちゃえばいいのよ。虎にね。私が虎に。彼氏の元気のなさが気になっちゃうガールは、身につけるものを変えて、彼氏の野性を呼び覚ましちゃおう、か。榊さんは、ロビーで堂々とエロ本の鑑賞ですか？違うわよ。というかあなた、いつからそこに？それは、たった今なのですが、階段を降り切ったところで、榊さんのお姿が目に入ったので、思わず無音歩行で近づいちゃいました。近づいちゃいましたって、どうして無音歩行術を使う必要が？だって、オナニーしているところに出くわしたら気まずいじゃないですか。あなたたちは私をどんな女だと思っているのよ。聞きたいですか？結構です。それで、
榊さんが手にしているその雑誌は肉食系女子御用達のタイガーガールですよね。ええ、確かにその通りだけれど。じゃあエロ本ですね。はあ、もういいわよエロ本で。ええ、そう、私は寮のロビーで堂々とエロ本を読むような変態女よ。ご立派になられましたね、榊さん。はあ？出会ったばかりの榊さんは、触れるものすべてを傷つけるナイフ、もといカッターのような鋭さがありましたが、自分の性癖を惜しげもなく口にできるようになったところを見れば、二人で生活されていた間の蜜月な時間を想像させてしまうというものです。小峰さん、あなたね。すみません、いささか悪ふざけが過ぎてしまいました。あなたの方こそ、私たちがいなかった間に妙なところから影響を受けてしまったのではないの？もしそうだとしたら、私に影響を与えたのは榊さんですね。え？だってこうして榊さんとお話しするのも1年ぶりなのですから、思わずテンションが上がってしまうのも仕方がないというものです。そういう言い方はずるいわ。みんなそれだけ榊さんと風見さんのお帰りを待ち望んでいたんですよ。ですから改めてこの言葉を言わせていただきます。お帰りなさい、榊さん。ただいま。驚きました、榊さんのただいまがこんなに可愛いなんて。これは何？さっきのスオさんたちといい、みんなで私のことをからかって楽しんでいるの？何を言うんですか、榊さん。私たちは苦難の末にやっとくっついてくれたお二人を応援したい気持ちでいっぱいなのです。本当に？はい、榊さんのお望みとあらば、この小峰幸、夜空に輝く月でさえ手に入れてみせましょう。では、その好意に甘えて少し意見を聞かせてほしいのだけれど、小峰さんはマンデリについてどう思う？ああ、はい、言葉の響きだけならとても卑猥な言葉だなと。いえ、そういうことではなくて、効果的な対策なんかが聞きたかったのだけれど。なるほど、そういうことでしたら。ここはコスプレで攻めるべきね。松島さん、ユミコはもともとクーデレでしょ？そこにツンデレを絡めても効果は薄いわ。ツンデレをプラスしようという考えはなかったけれど、そういうものなの？もちろんよ。ツンデレだけでも高度の配分調整が必要なのに、クーとツンを両立させようなんて10年早いわよ。ミチル様はその配分がいつもうまくいっていないだけなんですよね。そういう補足はいらないのよ、サチ。で、性格をいじれないなら次は見た目ってわけ。ほら、そのエロ本にも書いてあるでしょ？確かに外側から印象を変えるのは有効な手段だと思うけど、コスプレなんて今まで一度も。だからこそです。え？美浜の常識人と称される榊さんのコスプレとなれば、いかに男子ツンデレ代表の風見さんといえど反応せずにはいられないはず。そうかしら。はい、それはもうビクンビクンと体を震わせること受け合いです。だとしたら、私は一体どんなコスプレをすれば？せっかくなんだし、ガツーンと言っちゃった方がいいんじゃない？というと？
いつもみたいなババ臭い感じじゃなくて、もっと肌の露出も多くして。ババ。例えば、そうね。こういう大胆なやつなんてどう？これって、いわゆるバニーガールの衣装でしょ？そうそう。ユミコって結構胸も大きいし、似合うと思うわよ。だとしても、私には少しハードルが。それくらいじゃないと意味がないし、か弱い草食動物をイメージさせる語尾のピョーンが加われば、どう？完璧でしょう。ピョン。覚悟を決めてください、榊さん。ここは風見さんのために虎に、いえ、ウサギになるんです。私がウサギに。だってここに戻ってきてからユージとそういうことをしたのはあの日の一度だけだし、もしかしたらユージはもう私の体に飽きてしまったんじゃないかって心配で。覚えているも何も、あの日のことを忘れるなんてこと、私にできるはずがないわ。私がユージに愛想を尽かすなんてこと。やっぱりユージはユージ。私が好きになった優しいあなたのままだった。こうしてあなたの体温を感じているとすごく安心できる。だからもう少しだけこうしていてもいい？ユージがそう言ってくれるなら、今日はずっとこうしていようかしら。やってみせましょうか。ええ、
その、ユージさえ良ければなのだけれど。わかったわ。ユージぴょん、お帰りなさいだぴょん。本当？そう、ユージがそんなに気に入ってくれたのなら、私は本当にユージのことが大好きだから、ちゃんと好きだって言ってくれないと、寂しくて死んじゃうぴょん。あのユージが何の臆面もなくこんなセリフを言ってくれるなんて、すごいわ、ウサギ。それなら次は、もっと過激な感じで。今夜はエッチなウサギさんになって、ユージの人参さんを食べちゃうぴょん。ごめん、お楽しみのところ申し訳ないんだけど、ちょっといい？シャオさん、あなた、いつからそこに？お帰りなさいだぴょんのあたりから？それ、ほぼ最初からじゃないの！このまま見てれば面白いことになりそうだって、携帯のムービーカメラを起動してたら、思った以上にいいネタが手に入ったのよさ。いやー、榊さんとユージが寮を飛び出してから丸一年くらいだけど、まさか、ここまで仲良くなっていたとはね。可愛い子には旅をさせろって言うけど、ユミちゃんの場合は、あさっての方向に成長しちゃったみたいだな。そうね。一年もあれば人は変わるわ。あれ、榊さん。意外に動揺してないんだね。私だったら、その場から逃げ出したくなるようなところを見られちゃったはずなのに。動揺する必要なんてないわ。だって今のは、よくある恋人同士のスキンシップでしょ？今のが、よくあるスキンシップ？ええ。スオーさんも言っていたように。私たちは仲良しだもの。ぴょんはさすがに。きっと、それ以上追求しても無駄なのよ、あまねえ。今のゆみちゃんは、完全に恋は盲目状態なのよさ。それより、二人がこの部屋を訪ねてきた理由をそろそろ聞かせてほしいのだけれど。ああ、私たちはただ、お昼の準備ができたから食べに来なって伝えに来ただけだから。そう。ごめんなさい、スオさん。いつもみんなの分まで食事の用意をさせてしまって。いいって。二人分作るのも六人分作るのも、手間は同じなんだし。確かに。そういう道も考えなかったわけじゃないけど、卒業したんなら帰ってこいって、お父さんとお母さんがうるさくてさ。まあ、今年いっぱいはこの寮で暮らすことが決まってるわけだし、その間は精一杯みんなのお世話をさせてもらうわよ。それじゃあ、私とマキナは先に行ってるから。わかってとは思うけど、あんまりイチャイチャしてると、せっかくのご飯が冷めちゃうのよ。ええ、肝に銘じておくわ。
ごめんなさい、ユージ。悪いけど、水を取ってもらえる？ありがとう。それじゃあ、今すぐ荷物をまとめましょう。あんなところを見られた上にデジタルデータまで残してしまったとなれば、もうここで暮らすことはできないわ。あれが少しばかり？自分で言うのもなんだけど、さっきの私はこれ以上ないくらいに浮かれていたわ。そんなところを誰かに見られただけでも大問題だし、きっと残ったデータをもとに松島さんや小峰さんと一緒になって私のことを笑うに決まっている。だから、そうなる前にここから出ていくしかないのよ。でも私がピョンよ。ここはそんなことないって否定してほしかったところだったのに。そりゃあ一年も逃亡生活を続けてたユミちゃんがああなっちゃうのは無理もないとは思うのだけれど、私たちの気持ちも察してほしいのよ。ユミちゃんはこの学園でたった一人の男だったお兄ちゃんを独占する権利を得たのだから、多少のヤジはご愛嬌ってなもんなのよさ。価値ってのは自分ではなく他人が決めるものなのよ。ヒヒヒ。まあ本当のところは二人が帰ってきてくれたことが嬉しくて仕方がないってところなのよさ。その上で多少のからかいには目をつむっていただくということで。それが乙女心に対するせめてもの配慮じゃね。
うむ。ほんじゃあ、私はそろそろアマネーのお手伝いに戻るのよさ。やっと見つけた。部屋に姿がないと思ったらこんなところにいたのね。休養というわけではないけれど、風見くんに相談したいことがあるから一緒に学園長室まで来てもらえないかしら。そっちの話だなんて一言も言っていないでしょ。人のことを寂しいおばさん扱いしないで。それはそのなんというか相変わらずって、いいからさっさとついてきなさい。そういう態度が取れるんだから、いつも紳士的でいてくれればいいのに。そんな風に言ったって、先生は騙されませんからね。それで、相談したいことというのは、美浜学園の運営に関係しているんだけど。いいえ。この学園が閉校になるのは決定事項です。ただ、閉校が決まったことで出てくる問題があるというのも事実でしょ？そうね。風見くんと榊さん以外の学生については、概ね決定しています。周防さんはイリスさんを連れて、実家の料亭を手伝うことになっていますし、松島さんと小峰さんに関しては、私の紹介で全寮制の学園へ編入することが決まっています。それが、生々しい話で申し訳ないんだけど、お金の話なのよ。ええ。この学園には通常の運営資金とは別に、学園長の判断で使用することが許可されていたへそくりがあって、
それが丸々残ってしまっている状態なのよ。情けないけど、その通りなの。もともと学生が問題を起こした時のためっていう名目のお金だったこともあって、結局一度も使う機会はなかったってわけ。そういうセリフはこの額を見てから言ってほしいわね。だから本来の使い道だった学生のために使おうと思っているんだけど、何かいい案はない？やっぱり。あなたが山梨から三島崎までの距離を歩いて移動しちゃうような子だってこと、すっかり忘れていたわ。ということは、みんなに案を募ってみるってこと？私は使い勝手のいい MP5K とかのモデルガンが欲しいのよさ。もちろんレッドドットサイト付きで。私は6段締めの高級竹ぼうきなんかを買っていただけたら、毎日のお掃除がもっと楽しくなっちゃいますね。私は食洗機かな。オーブンレンジは去年買い替えたばかりだし。この男、人に尋ね事をしてきたかと思えば、いきなりため息をつき始めたのよ。モデルガンと虫かごの中には男の子の夢が詰まっているというのに。おっと、そのことをすっかり忘れていたのよさ。忘れるなよ。ちょっと静かにして。今クワガタムシの幼虫を買うか和牛オーナーになるかで絶賛悩み中なんだから。ごめん、それ絶対にすごい勢いで騙されてるから。騙されてないわよ。クワガタはうまく育てれば高値がつくし、子牛は金のなる木よ。ミチルは絶対に大金持たせちゃダメなタイプね。お母さんから持たされた学校の給食費でぎっくりマンチョコとか箱買いしちゃったりしそうなのよさ。私はミチル様のお財布に5000円以上入っているところを見たことがありません。ちょっと、何人のことをかわいそうな子扱いしてるのよ。私にお金を預けてくれれば必ず倍にして返してみせるんだから。将来松島さんから電話がかかってきたとしても出ないことにするわ。
私を反面教師にするの禁止っていうか、電話には出ようね、お願いだから。この感じだとやっぱりお金を使い切るのは難しそうね。じゃあそのへそくりってよっぽどの金額なんですね。そうね、仮に今出たみんなの欲しいものを100個ずつ買ったとしてもお釣りが来るくらいだと思ってくれて構わないわ。ああ、なるほど。それは確かに手に余るかも。そんな大金を騙し取るなんて、ちずちずは悪い女なのよさ。人聞きの悪い言い方をしないでください。これは最初から用意されていたお金なんですからね。ええ、使い道を尋ねられた時からずっと考えてはいるのだけれど、欲しいものというのもすぐには浮かばないものね。それはもしかして、私が一番欲しかった遊具は手に入ったからっていう余裕なんじゃないの？誰もそんなことは言っていないでしょ！でも、遊具が欲しかったものっていうのは否定しないんだ。それは、だって。愛されていますね、風見さん。ユージ。ああ、はいはい。あんたたちがラブラブなのは分かったから、そういうのは部屋でやってよね、ユミぴょん。でも、こうやって余ったお金の使い道を考えるのって、なんだか、卒業って感じがするわよね。卒業？ほら、小学校を卒業するときなんかにありませんでした？修学旅行の積立金が余ったとかで、在校生に贈るものを決める話し合い。ああ、確かにありましたね。私の時はステージのどんちょうを買い替えることに決まったはずです。私の時はなぜか校庭に飾るトーテムポールだったのよね。ん？トーテムポールってなんぞ？ってあんたも一度は見たことあるはずよ。トイレの用具入れとかお風呂とかで。恐れながらミチル様が思い浮かべているのはメジャーな住宅用洗剤のことかと。もうすぐこの場所ともお別れなのよね。Thank you.
の学園が閉校になるまでにはあと3ヶ月の時間があることだしね。それまでにはさすがに何か見つかるでしょ。いいの？そうこうしているうちに穀物の値段は刻々と変化していくのよ。ミチル様、どうせ食材のことを考えるのでしたら取引ではなく今晩のおかずを何にするかで頭を悩ませませんか？ああ、そういえばもうそんな時間になるのね。おお、そいつはナイス名案なのよ。今日はチズチズもいいからみんなで鍋でもつっつくことにするのよさ。って、私も一緒に食べていいの？この寮には料理上手なお姉さんとどんな要望にも応えてくれるメイドさんがいますから。はい、学園長さんの食器ならすぐにご用意させていただきます。どうしよう、私今泣きそう。いや、それはさすがに大げさなんじゃ。そんなことはありません。私は今自分の教育方針は間違っていなかったのだと確信しました。お兄ちゃんの言う通りなのよ。涙を見せるのはこれから処女膜を破ってくれる彼氏のために取っておいた方がいいのよさ。イリスさん、なあ、もうほらほら、チズちゃんをからかうのはそれくらいにして、みんなで準備を始めるわよ。なんかさらっとチズちゃん終わりされてるし。私の作ったご飯を食べるだけのことに、どうしてそれだけの覚悟をする必要があるのかしら？ええ、ユージが私に意地悪しようとしているときはわかりやすいもの。一生懸命作ったのに食べてはくれないの？あの時はまだ料理の勉強を始める前だったから。
確かに、あの時のことは申し訳なかったと思っているわよ。でも、あの時よりは料理の腕も上達しているはずだし。お願い、ユージ。そうかしら。ということは、今回も失敗してしまったということよね。本当にそうなってくれればいいけれど。でも、ユージに食べてもらえてよかった。ずっと羨ましかったんだもの。何かを褒められるたびに、ユージから頭を撫でてもらえる、小峰さんやイリスさんが。それは嘘ね。もし私が頭を撫でてほしいなんて口にしたら、大笑いするか、気が触れたと勘違いしたに決まっているわ。だから、あなたはどうしてそう遠慮が。ええ、今日の講義は9時からだから、そろそろ準備をしないといけないわね。そうよ。料理上手な周防さんの技術を少しでも多く盗んで、早くユージに美味しい料理を食べさせてあげられるように頑張るから。それじゃあ、私は行ってくるわね。
そうじゃなくて、私が言いたいのは。もう、ユージは本当に意地悪なんだから。それじゃあ、今度こそ行ってくるわね。しないわよ、そんなこと。お疲れ様です、風見さん。まずはこちらをどうぞ。熱中症の予防に重要な塩分と水分を美味しく補給できるようにライチの果汁とハーブや蜂蜜を合わせてみました。その心配には及びません。これは私が風見さんに褒められたいと思って勝手にやっていることですから。アマネさんのスパルタ指導のもと、真剣に技術向上に取り組んでおられますよ。感想はそれだけですか？僭越ながら、自分が好きになった人のことなら、今日はどんなことをやったとか、もっと気になるのが普通だと思います。それが真実とは限りませんよ。あまねさんの講義はいつもあまねさんの部屋で行われているのですが、実は毎回扉に鍵がかかっているんです。
はい。しかも、天音さんの部屋を自分の部屋のように使っているマキちゃんまでシャットアウトすることを考えれば、少し大げさな処置ですよね。つまり、密室と化したその部屋で3時間余りの間、何が行われているのかは2人にしかわからないわけなのです。ズバリ言いますが、覗きのお誘いです。ご明察です。それに、部屋の鍵なら私が開けられますし、一度確認しておけば、後々安心できるというものです。その返事、私と行動を共にしていただけるものと考えてよろしいのですね。さすが風見さんです。それでは早速場所を移しましょう。それじゃあ次は包丁の扱い方見てみましょうか。やっとここまで来たので。やっぱり包丁を使った練習ができるのは嬉しいね。それはそうよ。最初にまずは欲求不満な団地妻の気持ちになって、じっと大根を見つめてみてと言われた時は嫌な汗が流れたもの。ああ、あれはね、イメージトレーニングの一種なのよ。慣れてくると食材を手に取った瞬間に調理方法が浮かんでくるってうちのお父さんも言ってたし。そこは理解できたけれど、団地妻の気持ちになる必要はなかったでしょ。いや、そこはほら、榊さんなら別の方向性も見えてくるかなって。いらないわよ、そんな方向性。私の耳が確かなら半分は歪断だった気がするのですが。それで包丁の練習はどんなことをするの？話を聞いた限りだと、榊さんは包丁が全く使えないわけじゃないみたいだから、大根のかつらむきに挑戦してもらいます。それってお刺身なんかのつまを作る時の技法よね。その通り。しかも今回は両刃包丁より技術力が必要な普通の包丁でやってもらうから、覚悟してね。会場完了しました。はっ。なぜだか無駄にドキドキしてきてしまいましたが、任務遂行に問題はないものと判断いたします。持ち方はこんな感じでいいのかしら。本当は切断面をお腹に持ってきた方がいいんだけど、
今回は手順に慣れるのが目的だから、そのまま食材を動かしやすい力加減を見つけてみて。食材を動かしやすい力加減。どう？大根を回しやすい親指のポジションは見つかった？そうね。これくらいが一番しっくりくると思うわ。よし！それじゃあ、包丁を前に進めないように気をつけながら、早速剥いていっちゃおうか。ええ、わかったわ。長さはだいたい3センチ。それが、榊さんの処女記録になります。ある程度は覚悟していたけれど、やっぱり力加減が難しいわね。でも、左手の動きはそんなに悪くなかったから、右手に余計な力がかからないようになれば、すぐにスルスル剥けるようになると思うわよ。そうだといいのだけれど。そのためにも、今は向いて向いて向きまくることが重要ってわけ。そうね。右手に余計な力が入らないように。ダメ、また途中で切れてしまったわ。見てると。失敗の原因は右手にあるみたいだから、右手はロボットになったつもりで、刃を上下に向けるだけだってことを意識してみて。わかったわ。今度は結構いい感じに。榊さんの場合、どうしても右手が力んで悪さしちゃうみたいね。ごめんなさい。スオーさんのアドバイスは守ろうとしているつもりなのだけれど。だったら、こういうのはどう？大根が、有事だと思い込む作戦？大根が、有事？そう！榊さんが手にしているのは、榊さんが大好きで大好きでたまらない有事の大事なところ。大事なところ。だと思って、榊さんがいつもしてあげてるように、優しく、丁寧に指を動かしていくの。そんなことでうまくいくとは思えないけれど、講師のあなたがそう言うなら、やってみるわ。さすが榊さん、その勢いで次は一周分成功させちゃって。ごめんなさい。それはそれで余計に力が入ってしまうみたい。私の方こそごめん。榊さんがむっつりスケベだってこと、すっかり忘れてた。悪かったわね、むっつりスケベで。よく人の人間性というものは言葉の節々に現れると言いますが、
天音さんにおかれましては潔いくらいに歪みがないご様子で。心中お察しいたします。まただわ。こうなってくると少しレベルを落として包丁に慣れてもらった方がいいのかもしれないわね。周王さんの言うことはもっともだけれど、もう少しだけやらせてもらえないかしら。でもこのまま反復練習を続けるよりは。お願い周王さん。うん、わかった。榊さんがそこまで言うならもう少し続けてみよっか。ありがとう。もう一回。すごい集中力ですね、榊さん。もう少し。そう、そのままテンポよく手を動かして。幅が1センチくらいになっちゃってたけど、ちゃんと一周してるから。そうよね、うん、私ちゃんとできたのよね。ごめん、嬉しいのは分かったから、少しだけ抱きつく力を緩めてもらえる？ん？ごめんなさい、私嬉しくてつい。榊さんでもついなんてことがあるんだね。それは、私だって人間なんだから、時にはそういうことだってあるわよ。それに、私のことを、アマネって呼んでくれた。え？私、そんなこと言ってた？うん、確かにアマネって。だとしたら、本当にごめんなさい。その、慣れ慣れしい真似をしてしまって。って、別に謝る必要ないって。でも。だって、私は嬉しかったよ。本当はさ、私も榊さんに抱きつこうと思ってたんだよね。それくらい、一生懸命頑張ってた榊さんが、かつらむきを成功させた時は嬉しかった。周王さん。そして、そんな風に思ってた私より先に、榊さんの方から抱きついてくれたことが、もっと嬉しかった。よくわからないけど、そういうものなの？だって、今までの私たちって、お世辞にも仲がいい友達とは言えなかったじゃん？
そうね。ここを飛び出す前の私は、とんでもなくひねくれていたから。だから、榊さんに抱きつかれた瞬間、私は、それだけ心を許せる存在になれたんだなって思えた。それは、私の勘違いじゃないって思っても、いいんだよね。ええ、もちろん。ありがとう。でさ、そう言ってくれた榊さんに、一つ提案があるんだけど。提案？そう、これからは、さっきみたいに私のことをあまねって呼んでよ。え？今は結構話だってするし、こうして料理の勉強をしたりする仲なんだから、名前を呼び捨てにしても全然変じゃないでしょ？だとしても、そんな、いきなり慣れ慣れしくないかしら。いいの、いいの。私がそう呼んでって言ってるんだから。ね？わかったわ。それじゃあ次からは、そう呼ばせてもらうことにします。うん。それじゃあ、私も榊さんのことを、ユミコって呼ばせてもらうわね。え？だって、榊さんが私のことを呼び捨てで呼ぶのに、私が榊さんのことを名字で呼ぶのもおかしな話でしょ？それはそうかもしれないけど。だからね、ユミコ。わかったわよ。あまね。うん。それじゃあ、時間までもう少し練習しよっか。すみません。自分でもそんなつもりはなかったのですが、笑い合うお二人の姿を見ていたら、ただ、よかったなって、そう思えて。最近、シンクで悲惨なことになっているオヤングの姿を見かけなくなった理由が、なんとなく分かったような気がします。はい。この小峰幸、横島な幻想を抱いていた自分が、恥ずかしくなってしまいました。見ていただけると助かります。誘った私がこんなことを言うのもなんですが、もういいんですか？おしめり。